先を切る？そう、風の性質を使ってこの滝の水を切る。それが真実会得につながる。滝か。ちなみにこれからの修行は影分身を使ってやるように。そっちの方がいろいろとお前にとってプラスになるからな。影分身？まあ、カカシ先生がそう言うんならそうするけど。先輩、その前に確かめておかないといけないことが。だったな。何？確かめることって。今回の修行は確かに影分身を使った方が君にとってプラスになるんだけど、君の場合少し危険をはらむ修行になるんだよ。危険ってどういうこと？影分身は自分のチャクラを均等に分けて作り出す分身だってことは知ってるよね。だけど君の中には九尾のチャクラも存在する。均等に分けた分身体にもだ。これからの修行はチャクラを大きく消費する。結果九尾のチャクラが溢れる可能性もある。つまり九尾が暴走しないように注意しろってことか。君にしては察しがいいね。その通りだ。これからお前にはできる限り影分身してもらって、九尾をコントロールできるか試してもらう。これができなかったら影分身を使っての修行は考え直す必要がある。へっ、考え直す必要なんてないってばよ。絶対に失敗はしねえ。いい気迫だ。ナルトはもう準備いいみたいですし、カカシ先輩、早速始めましょうか。だな。よっしゃ、やってやる。ナルト、堂々剣山。任務開始。今回はただたくさん影分身すればいいってわけじゃない。それってどういうこと？ギリギリの状態でどれだけ持つかが重要なんだよ。まずはお前自身の影分身を100体倒してもらう。おう、多重影分身の術。よし、それじゃ始めるぞ。本当に大丈夫なんですか、カカシ先輩？普通こんな無茶な修行はさせないさ。だがナルトはいつでもどんな困難も乗り越えてきた。俺はあいつを信じてるんだよ。よしよ、なってきたってばよ。くそー、やられる側の気持ちにも慣れてんだ。へえ、悔しかったらお前もかかってこい。けどよくこんな修行思いつきましたね。なーに、ナルトに何ができるかを考えただけさ。それでもすごいですよ。僕ではとても。いや、本当にすごいのはそれをやってのけるナルトの方さ。よし、だいぶ感情をつかんできたぞ。こんだけの俺を全部ぶっ飛ばさねえといけねえのか。よし、
だいぶ感情を掴んできたぞ。こら、影分身の俺、ちょっとは手加減しやがれ。よし、だいぶ感情をつかんできたぞ。こんだけの俺を全部ぶっ飛ばさねえといけねえのか。よし、だいぶ感情をつかんできたぞ。こんだけの俺を全部ぶっ飛ばさねえといけねえのか。世代交代も近そうだな。よくやった、ナルト。次は200体だ。よっしゃ、多重影分身の術。それじゃ続けていってみようか。しかしナルトは根性ありますね。ま、追いかけるべき背中が見えてるしな。自分相手ってのもなかなかしんどいな。オラオラ、どうしたオリジナルの俺。この程度で疲れてるようじゃいつまでも終わらねえってばよ。ナルトはコントロールしきれるでしょうか。さあね、そいつはナルト次第だけど、あっという間かもな。チャクラの性質変化を得得したとしても、問題は次ですね。性質変化と形態変化の異能、前人未到の領域だからな。正直見通し暗いですね。ナルトは不器用ですし。さて、そいつはどうかな。よし、だいぶ感情をつかんできたぞ。こんだけの俺を全部ぶっ飛ばさねえといけねえのか。世代交代も近そうだな。こら、影分身の俺、ちょっとは手加減しやがれ。よし、だいぶ感情をつかんできたぞ。こら、影分身の俺、ちょっとは手加減しやがれ。こんだけの俺を全部ぶっ飛ばさねえといけねえのか。よし、だいぶ感情をつかんできたぞ。こんだけの俺を全部ぶっ飛ばさねえといけねえのか。
だいぶ感情を掴んできたぞ。こんだけの俺を全部ぶっ飛ばさねえといけねえのか。世代交代も近そうだな。おっしゃ、やったってばよ。なるほどね、ナルト、強くなったな。任務達成。先生、まさかここまでコントロールできるとはな。カカシ先生。まったく、お前はいつも俺の想像を超えるな。それじゃあ、合格だ。今のお前なら問題ないよ。よっしゃ！すごいですね、ナルトは。まっすぐに走っているあいつは強いよ。特にサスケに絡む道ならなおさらだ。サスケか。今のあいつを止められる奴なんていないよ。そうですね。加賀先生、大和大将、早速滝切りやるってばよ。ああ、分かってるよ。頑張れよ、ナルト。